開始だ。協力して倒すぞ。早く次に行きましょう。オッケー、行きましょう。注意しろ、敵襲だ。切り裂きなさい。オイラ、やる。みんなで倒せ。へっ、せっ、ぬ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 っ、油断したか。よっ、へっ、ダメ。へっ、へっ、せっ、ぬ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 っ、逃がさないぜ。よし、よし、お願い。敵よ、気をつけて。オーケー、逃がさない。敵レルク、ダミエさん、オイラ、やる。よっ、そこを動くな。よっ、よくぞここまでたどり着いた。褒めてやろう。お前、仮面の闘士か。マナの剣返せよ。ずいぶん元気なガキどもじゃ。さすがは神獣を倒しただけのことはある。おかげで、ほら、このマナの剣に神獣の負の力を全て吸収することができたぞ。あとはこの力を我が身に取り込めば、永遠の命、不死なる魂、そしてマナの女神をも超える全能の力を得ることができるのじゃ。さあ見るがいい、わしが神となる瞬間を。あれはマナの剣。
間もなく体中に力がみなぎることじゃろう。マナの剣は永遠に失われた。これでお前たちも諦めがつくじゃろう。苦しい。光の波動がわしの邪魔をしておる。この波動は聖域のマナの女神。まだ生きておったか。よかろう。マナの木を切り倒し、マナの女神の息の根を止め、奴が持っている最後のマナの力も吸い取って完全体になってやる。見ておれ、今聖域に向かってやるわ。大変だ、マナの女神様、危ない。仮面の道士様の邪魔はさせない。お前たちにはここで死んでもらおう。イースさん、やめるんだ。光の小さい様が倒れ、シャルロットがあなたを探している。オイラたちとウェンデルに帰ろう。光の司祭シャルロット、そんな奴らは知らない。行くぞ。イースさん、ここがお前たちの死に場所だ。オイラたち、なんで戦わなければならないんだ。やめてくれ。恐れる必要はない。死がお前たちの心を安寧へと誘うだろう。シャルロット、ごめん。こうなったらオイラがヒースさん止めるしかない。そこ、気にさせなさい。よっ、さっオイラやる。油断した。これが闇の力だ。どうだ、逃がしはしない。どこを見、その程度。任せな、強制切れるく。裁きを受け、残留をせ。どこを見、その程度。どこを見、これが闇。くそ、その程度か。よし、どうだ。お前たちに死を与えるのが闇の力だ。セリッタビール。どうかを見て、
子は。イースさん、喋っちゃダメ。私のことは気にするな。一刻も早くマナの聖域に向かうんだ。仮面の同志を追いかけてくれ。仮面の同志って一体何者なんだ。かつて聖都ウエンデルには二人の司祭がいた。シャルロットのおじい様の光の司祭様と闇の司祭ベルガー、私の父だ。光と闇は表裏一体、その二人で聖都を守っていた。だがある時、光の魔法では治すことのできない不治の病に侵された少女を何とか救いたいと考えた父は、禁断の闇の呪法、転生の秘宝の解明にのめり込んでいった。父はやっとの思いでその秘宝を解明することができたが、時すでに遅く、少女の命を救うことはできなかった。父は禁断の闇の呪法に手を出したことで生徒を追われた。さらに父自身も禁断の呪法にかけられていた呪いで顔が醜く歪み、それを隠すために仮面をつけたが、顔だけでなく心までも闇の呪いによって歪んでいった。生徒を追われた後、父は転生の秘宝を自分の体で実験し、不死のモンスターダークリッチとなってしまったのだ。そして神獣の力を手に入れ、神を超えようとしているんだ。私は何とか元の優しかった父に戻そうとしたのだが、父の闇の力は強大で、逆に私の心も闇に囚われてしまった。私もすでに父によってアンデッドの体になっている。戦いを通じて君たちが私の心を呼び戻してくれたから、ようやく自分を取り戻すことができたが、このままでは必ず再び闇に落ちることだろう。今が最後のチャンス。私は自分を始末する。君たちは聖域に急ぎ、マナの女神様を助けるんだ。君たちならきっとやれる。父を倒し、世界を闇から救ってくれ。あ、イースさん、何をする気だ。君たちにマナの加護があらんことを。